まとめてくださるのがこの方、ハミツ攻略ウィキチームのメタル村田さんです。よろしくお願いします。かなハミツウィキですよ。いつも見てます、見てます。いや、はい、私さっき引いたガチャの中にさあれツイッターそうだそうだ、いるいる、もしかして超似てるんですよね。そう、ずっと話してたんだけど、サイがサイに似てる、超似てるんすよ。ちょっといいですか、今出る出る出る、あの出る出る出る、出ます、ええ、あ、映ってる映ってる、あ、映ってた映ってた、あ、アップにもなりますよ、ほら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 、サイがサイに似てるんです。あれなのでちょっとあのこれあれ映ってない、これ被ってもらえます、ほらほらめっちゃ似てる、似てない、ちょっと同じアングルでパッと持ってこう、あ、逆っすね、腕こうっすよね、あ、違う、あ、そうだそうだそうだ、画面が、はい、あ、そうかそうかそうだ、画面が、え、似てる、はい、ね、じゃあメタルサイガさんで、はい、そうです、メタル村田です、めっちゃ強い、超強いですよ、メタルサイガ、すごいプレイヤーさんだとお聞きして、前回のバトルスタジアム4で225位、やばい、親父がちぎれそうでしたね、やばい、しかも途中から本気出されたって聞いて、やばい、それはね、多分やってる人たちはね、そう、すごいって分かると思うんですけど、そうなんだ、ね、そう、完全にヘビシマ、ヘビシマ派もいます、ヘビシマ、似てます、ヘビシマ派も似てます、あとでちょっと画像見ます、そっちもあるか、はい、なるほど、ね、そんな感じで、とってもね、すごい、もうプロの方に来ていただきましたので、はい、今日いろいろ教えていただこうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ってことでね、今回は初回ということなので、うんうんうん、え、番組スタッフさんのお悩みを紹介したいと思います、うん、はい、お悩み出ますかね、出ますか、どん、出た、うん、はい、うん、PSR 友沢をはじめ野手投手ともにある程度のイベキャラを揃えたのですが、うん、いかんせん投手がざるすぎます。なるほど、どうしたら B クラス以上の投手ができるでしょうか、投手、ね、難しいんだよね、そう、難しいんですよ、これはもうあるあるです、ね、あるあるですよね、ボコボコに打たれますから、ね、そうなんですよ、なかなかね、あのさっきのスタジアムって試合で勝てない、うん、勝てない強い投手がいない、確かに確かに、はい、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかね、これデッキ、うん、デッキ見れるか、ね、じゃあそのスタッフさんのデッキを、はい、どーん、現在のイベキャラ一覧、はい、結構持っていっぱいいっぱいいる、結構 SR 持ってますね、すごい、すごい、てか PSR ね、 PSR 友沢がまずすごい、ね、すごいですよね、いいですよね、でも友沢だったらあの守くんがあれですよね、うん、コンボとかありますよね、そうです、だまあ銭形、うんうん、のストイック2とかも結構、うんうんうん、なるほどなるほど、強力なイベントですね、なんかさっきのイベキャラで、あのもし村田さんが、あ、オーダーが出ましたね、オーダーが出ましたね、やっぱ CD 止まりですね、なるほど、そうね、やっぱ C 壁なんですよね、壁ですね、え、もし村田さんがさっきのデッキで作るとしたら、はい、みんなもねちょっと考えて、そう、皆さんにも聞いてみたい、もらえれば、うん、そう、あとね、そう、ミッシーマーね、え、ミッシーマー欲しいっすよ、ミッシーマー強力ですか、強い、ダイヤのエースって作品とコラボしてる時に出てた、あのね、こちらのこのこのキャラクターなんですけど、なるほど、うちの石川投手もアフレコで参加したという、あ、そうそうですそうです、うちのって言いません、うちのって言います、これがねスタミナ枠で、ですけど、あれは有能ですね、かなり、なるほど、はい、ですね、まあ、コメントにもありましたけど、はいはい、まあ、やっぱりミッシーマは外せないですね、外せない、なるほど、で、あとはやっぱストイック2で、まあ、コンボで経験点稼ぎたいなっていうのが、まあ、まあそれでしょうね、なるほど、じゃあどこの高校でプレイしたら良いか、あ、まあ、僕、うん、個人的には SG 高校が、ね、はい、SG 高校、やっぱ守備力高いので、うん、セキュリティーガード、うん、高校によっても変わるんだね、そう、いろんな高校があるんですよ、なんで、まあ、SG 高校で銭形と、うんうん、銭形でストイック2やりつつ、うん、ミッシーマンも入れて、うん、もう一回挑戦していただければ、うん、なるほど、できるとなるほど、はい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 、私も入れてみよう、はい、皆さんもね、ぜひぜひ参考にしていただければと思うんですけれども、ね、はい、実はね、ちょっと私もおや、あのいい投手ができなくて悩んでたんです、そうです、ね、これを機会に相談して、うん、そうなんです、私もちょっとあの今までまずそもそも投手のキャラクターが、うんうんうん、あの全然出なくって、あ、わかります、そうなんですよ、あ、じゃあちょっと私のデッキとか見ますか、うん、あ、ぜひよ、ありがとうございます、
そうなんですよ、なかなか、ね、あのいいキャラが出なくて、うん、で最近引いてたらですね、はい、丹波を丹波青葉が出て、だいぶ前にちょっとスバルくんが出てたんで、はい、スバルはこれだこれだこれこれこれ、あのこの北節っていうのはちょっとあのちょっと関係ないんですけど、ちょっと関係ないんですけど、はい、今こういうあのデッキでどうかなって言って、うん、デッキを作ってたんですけど、うん、さっき実はね控室ですでにちょっと村田さんに ね、あどうしたらいいんですかっていう話を聞いて、うん、そう、それであのこうしたらいいんじゃないかということで、はいはいはい、さっきの彼女のキャラクターなんですけど、右端の子大事なの、ね、彼女大事なんですけど、そうでも彼女キャラを外して、うん、でまず自分のデッキでこの矢部田さんを矢部田さんを入れるというアドバイスをいただいたんです。さっきの人と違う、矢部田さん矢部っちの、まあ、上司版みたいな上司版キャラなんですけど、上司版キャラなんですけど、でそう当主でなんで矢部田さんを連れてくんだろうっていうところを、うん、確かにちょっとご教授いただきたい、ね、やっぱ SG はなかなかこう彼女を連れてくと、ちょっとイベントが起こりづらいんですよね。あ、そうですね。SR 入れてても乾燥しづらいんですよ。でも矢部田は、はい、あのウィキ見ていただくと分かるんですけど、はい、イベントが全部2回なんですよ。はいはいはい、で2回目で低めのコツレベル3もらえるんですよ。なんで、まあ、それ狙いですね。低め大事ですもんね。低めだとだいぶ安定するんで。でフレンド枠にあのサトリンを入れてっていう、やっぱ SG だったらサトリン使って SG 高校のマネージャーをやっぱり彼女枠でやつ入れていくっていう、なるほど、彼女必須なんだ、なるほどね、なるほどなるほど、というアドバイスをいただきまして、はい、あの私ですね先ほどまで SG 高校で当初作ってたんですよ。どうだった、作ってたんだけど、どうだった、もうなんか途中でさあの肘だ、はいはい、肘に爆弾ができて、そうなんです、全治どれぐらいで帰ってくる、全治どれぐらい、そう全治、あのパワープロだと、ね、あのコンシューマーとね、あそうなんです、あのコンシューマー版のパワープロだと全治何ヶ月とか何週間で、うん、あの練習できなくなるんですけど、うん、あのアプリのパワープロはあの能力値がめちゃくちゃ下がります、はい、そうめっちゃ急速下がったよみたいなの、それでも投げさせるそうですね、だからね監督全然先発させますから、ね、先発それでね、そうで爆弾がね、もうだって1回目作戦初めて1回目の練習で爆弾がついたの意味わかんないでしょ、どれだけ体の弱い選手だったのっていう、ね、はい、ことでねちょっと爆発してしまったので、はいはい、私ちょっとなんとかね番組までにちょっと皆さんにもねぜひサクセスの中身もね、あごめんなさい、始まる前超頑張って見ていただきたいとね、そう皆さんに見ていただきたいと思いまして、はい、あのバッターなら試合がサクサクいくんじゃない、そうです、ね、ないかと思いまして、うん、SG 高校でバッターをちょっと途中まで作ってみました、はい、なのでこれをちょっと見ていただきたいと思います、はい、急遽再開で今どこまで、はい、今これ一番最後の甲子園の、うん、決勝戦まで来てます、ね、最後そう最後の最後のダンチェロクッキングみたいな、これで最後まで来てますっていうやつで、あのちょっとねあの皆さんと最後能力決めたいなと思って能力をちょっと最低ラインまでで貯めてあります、のでこのままもう試合に行っちゃいたいと思います、はい、お願いします、はい、最終決戦でございます、はい、はい、いやドキドキ、いやー、ね、ドキドキ、そう結局爆弾こいつもね、爆弾だったんですか、あれこのキャラのね足に爆弾抱えたのもなんで途中で、なんで今日はこうでよ、甲子園でもね出なきゃね、そうなんですよ、はい、あっても出なきゃ、じゃあちょっとはいプレイしていきますよ、はい、はい、あ音も出てない、音は出てない、あれあれマナーにしてた、すいませんね、出た出た、出ました、あれ最終戦じゃなくない、最終戦じゃなくない、あらほら最終戦、最終戦ですよね、ですよね、あいいんだいいんだいいんだ、あ、そっか、SG 高校なんだ、そうだそうだ、来てる来てる、おお、いやー、やばいやばいやばい、あー、伸びない、ちょっとずれちゃったね、おお、よし、はい、あ、よかった、この盗塁を見ると、なんかアウトに、なんか私打ってないのにアウトとか言う、そっか、そうそう、ホームラン入った、ホームラン、さすが強振、すごいな、そうなんです、そうなんです、すごいな、あ、よかったらさっきの、そう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 、あ、ちょっとね、ちょっと早送りできるようになってるんです、すげー早かった、そうかそうかそうか、そうそうそう、ちょっとね、早送りするんですよ、そうそうそう、スキップ、スキップ、そう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 、ちょっとね、私、あの、なかなか変化球が打てないので、ストレートを狙い打ち、あー、ちょっと惜しい、あー、
打席じゃないですか。はい、ワンアウトランナーなしという場面。あ、ランスだ。これはね、ね、変化球打てなくない？打てない。打てないよね。え、打てる人いるの？ちょっとね、なるべくね、ストレートが来るまで待ちたい。やばい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 。それでも投手はやめないっていうね。来年に0点で抑えたもんね。打ててると結構最後のね、試合の経験値もね、あ、そうか、そういうのも上がってくる。そうなんです、そうなんです。ホームラン打ったぞってなったらということで、まあちょっと何の余韻もないんだけど、こっから見てもさ、何の感動もないんだけど、あの、とりあえずね、全国優勝しました。おめでとうございます。イエーイ。よくやってくれたって、ほら、最低でしょうよ。そうなんです、そうなんです、いろんなね、曲折があり、月日は流れ、ドラフト会議が始まりました。はい、早い、駆け抜けてます。すごいな。1位の発表です。1位はないよね。あ、なかった。お、2位、2位、ドラフト2位で優秀ですよ。入れたじゃないですか。1位だ。なるほど。ドラフト1位だとね、全部40点ずつ上がるんでいいんですけど。あ、小筆ちゃん、今ね、彼女ですか。こちら小筆ちゃんという子を彼女にしておりまして。彼女、はい、はい、六股中の一人。今回は二股だったので、ね、六股で彼女から、ちょっとね、経験点を奪い、はい、取っていきたいと思います。奪い取る。卒業後の二人、私信じてるからね、信じてるから。はい、かなり経験値ももらえるんですよ。はい、はい、そして次、続きましての彼女、せっちゃんでございます。はい、なるほどね、夢が叶ったのね。はい、素敵よ。アイドルの夢、アイドルの夢させてみようかな。なるほど、せっちゃんなら。もう一つの夢も叶えるかな。何、もう一つって何。好きな人のお嫁さん。お嫁さん、ごめん、二股だったよ。ひどいやつだ。ひどいやつだ。そうなんです、俺のお嫁さん。いつか必ず。俺のお嫁さん。どの口が言うの。でね、あ、で、この子は、この子はま彼女じゃないんですけれども、まだいたの、まだいたの。この子も最後に経験点をくれる優秀なキャラクターでございます。コムハムちゃん、抜かりなくいきましょう。コムハムちゃんね、経験値はもらっとこう。もらっとこう、もらっとこう。よし、あー、美味しい。気迫ヘッドいただきました。美味しい。で、最後にね、まあちょっとね、やべっちとね、親友だからね。そうそう、一応ね、ものすごい短かった。全然顔見知りぐらいの終わり方で、まあ、すぐ終わっちゃいましたけどね。はい、まあ、こんな感じで、SG 高校終わりましたね。終えたわけでございます。はい、あ、まあでも、まあまあ、急いで作ったにしては5000点というか、まあいいんじゃないでしょうか。私5000とか通ったことないよ。ここからね、能力アップをしていきたいと思います。これね、皆さん、そう、皆さんと決めていきたいんですけど、どうしましょうね。外野手ですもんね。そうなんです、外野手なんですけど、つくもの、あの、金徳を失敗してしまいまして。あ、じゃあ普通のレーザーですか。そう、普通のレーザーはもう取りました。あの、あ、取ってないです。レーザービームを取りましょう。でもなんかやっぱオール C まずしたいですね。オール C にしましょうか。じゃあ的にちょっと綺麗にしときたいです。なるほど、はい。で、いや、結構余裕ありますね。ですね。すごい、こんなにいっぱい経験値がある。そうだね、ちょっと良くなったんだよね、ここで。うん、そうなんです、そうなんです。はい、とりあえずオールシーンにしました。どうしようね。まあでも肩も欲しくないですか。肩もうちょっと欲しいですね、外野手の。で、レーザーどうせ取るんで、肩 A ぐらいいっていいんじゃないですか。 A ぐらいいきます。で、レーザー取りましょう。ですね。すごい、全然残ってる。はい、で、どうしましょうね。はい、どうしましょうね。まあ、査定的には打撃系を上げたいところでございますが、もしかしたらオールビームいけるかもしれない。オールビーム、ちょっと見てみますかね。やれるだけやってみましょうか。金徳は、金徳も、まあ、取れたら取りたいけど、あ、あ、ダメですね。パワーがね、まあ、肩が邪魔してるの。そうですね、パワー、肩が A だとパワーはない感じですね。じゃあ、まあ、とりあえずじゃあこの状態で、はい、特殊能力を取ってきます。うん。肩 B で、肩 B でって言ってる人もいる。じゃあ肩 B で。肩 B にしてみます。そうします。肩、B にして、あ、間違えた。肩 B にして、ちょっと全部上げてみましょう。
気がしますけど。シュンガ。あーあーおお来たわ来たわ。おおルビー。いけたじゃないですか。これなんか金徳取れますかね、はい、いや金徳は厳しいですね。金徳は取れない。この金のあの色したこの能力がちょっとそのこの水色たちの上位互換みたいな、ちょっといいバルみたいな。でもせっかくなんで金徳は取りたい、取りたいですよね。やっぱどっか下げましょう、うん、そうっすね、うん、金徳がアーティスト、はい、アーティスト一級入魂気迫ヘッドの3つですね。じゃあちょっとアンケート取りましょうか。どれですね、どれ取りたいかみんな、ね、気迫ヘッドかもしくは、もっと能力を下げて全部取る、確かに、うん、の4択にしましょう、うんうん、アーティストと、アーティスト一級入魂と気迫ヘッド、うん、と全部全部取る、どれかですね。他を下げて、そうですね、他をと下げて取るかな。アンケートね、今悩むね、そうなんですよね、難しいですかね、最後ね、悩むんですよね。私でも金徳あったらなんか金徳、金徳、金徳わかります。今コメントでホムラの思いを無駄にするの。まあね、そうなんだよね。でもね、アーティストね、まあ確かにね、パワーヒッターあれば結構、うん、あ、そうなんホムラ打てちゃうし、査定もね、そんな、そうそうそう。じゃあ一級入魂と、どう思いますか、一級入魂と、もう一個気迫ヘッド、うん、うんうんうん、取れたらアーティスト以外の全部っていうのもありますね、うん、あ、なるほど、なるほどね。さあどうします、どうかな。じゃあなんかそうだね、なんかそれらを取る場合どれ下げましょうかね。守備力ですかね。あ、アンケ出てますね。出てますね、出てますね、はい、はい、1がアーティスト、2が一級入魂、うん、3気迫ヘッド、4、うん、全部、うん、アーティスト以外全部っていうのもあるのか。全部が多かった時にアーティストもうちょっと検討しましょうか、そうしましょうか、うんうんうん、あえて何も取らない。あ、でここまで、はい、ここまで出ますかね、どうかな、ほい、あ、全部か、全部か、全部、じゃあでもね、やっぱね、アーティストはいらないっていうね、意見が多いので、とりあえず守備力 C ぐらいにして、とりあえずアーティスト以外取ってみる、一級入魂、あ、両方取れますね、気迫ヘッド、いけるいける、うんうん、これでどうですかね、いい、これであとは何か取れるもの、ちょっとね、ポイント余ってもったいないもんね。代打、代打、逆境、ムード、うん、ムードとか取っときますか、うんうん、C 残りますからね、はい、取れたかな、あと何かブロック、ブロックはいらないんじゃないですか、ブロックはいらないですね、逆境は、逆境か、代打か、あっき打ち、あっき打ちってでも査定いいんじゃないでしたっけ、微妙、まあ、らしいですね、なんか見栄えが、なんか見栄えがなんかね、いいですけど、代打で査定、ブロック入れない、ムード取るなら逆境、あ、ムード取るなら逆境、なるほど、ムードいらない人は、じゃあ逆境にしますか、逆境にしますか、じゃあ逆境を入れて、うん、選んでるけどね、あとなんか1個入りますよ、時間がないから、あ、時間がない、次に行こうっていうね、じゃあ指示が出ているんだよ、はい、じゃあ、ないけど、いらないけど、これまで選んでるうちに、うんうん、締めに入りましょうかそうしようか、はい、そうしましょうか、うん、はい、うん、かですね、ということで、うんうん、また次回もですね、うん、遠藤さんにね、はい、宿題を宿題出したいそうでございまして、うん、次回は今回できなかった投手を作ってもらおうかなと思います。そう、次回までにね、じゃあ、うん、せっかくそのアドバイスいただいた矢部田さんを入れたデッキで、そうですね、矢部田デッキで作っていきたいと思います、はい、もらったらいいですね、うんうんうん、ちなみにね、それ、うん、そのなんか同じ条件で、うん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 、村田さんが作るとどうなるの、どうなるのかがちょっと見たいね、確かに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 、うん、ね、うんうんうん、それじゃあゆいしーのデッキで、うん、なんか来週こう、あ、そうか、ちょっと早めに来てもらって、じゃあ、じゃあもう、はい、当日入りを早め
写真あと2回くらい作れる時間、いやどれだけすごい選手ができるのか、はい、作っていただきましょう。ちょっと早くして、はい、そうですね、それもじゃあ来週期待ということで、はい、このコーナーではですね、はい、先ほどのスタッフさんからのように、あなたからの相談を募集しています、うん、はいはいはい、あなたのデッキのスクリーンショットを添付して、はい、どんなことに悩んでいてどんな選手を作りたいのか書いて、うん、番組投稿フォームから送ってください。はい、はい、というわけで、はい、たくさんの相談お待ちしております。以上パワープロ部育成相談室でした。はい、はい、というわけでね、いや早いもので東海木ね、水曜日1時間目、もう1時間しかないんで ね、 そうですね、東海木高校ファーブロブそろそろ下校の時間になってしまいました、うん、早いね、初回やってみてどうでした？どうでした？いやなんかでも今日でも、ね、あの松崎さん今日からデビューだから、そうそうそう、まあ、エミリーも出たんで、そうエミリー、ね、全然よくわかんないけどなんかいいみたいだから早く、ね、なんかやってみたい、はい、使って、うんうんうん、ちょっと彼女抵抗あるかもしれないけどぜひ使っていただいて、そうです、そうです、そうですよ、そうプロ入り目指して頑張りますので、はい、ぜひ募集やっていただきたいんですけれども、うん、そうですね、はい、まあ、私たちせっかくね部活動を始めるということなので、うんうんうん、あの前から自分とか結構あのね、カエリさんとか最近つぶやいてるんですけど、うんうん、まあ、ツイッターとかでちょっとね、あのなんかそう進行状況とかね、はい、あの上げていけたらなと、いろいろ教えてほしいので思いますので、はい、ちょっとシャープ、ハッシュタグがシャープ、うん、パワープロ部で、はい、ちょっと私たちツイッターでどんどんつぶやいていこうかと思います、はい、出てますね、ぜひこれでみんなでつぶやいて盛り上げていけたらと思いますね、はい、なのでぜひぜひちょっとアドバイス等々いろいろ書いていただければと思います、はい、ということでこの後に続いてお送りする東海木 TV、水曜日2時間目、21時からの番組はファミツ TKG 生です。引き続きお楽しみください、うん、また東海木 TV チャンネルでは今後の番組カレンダーや、うん、番組オリジナルの動画ブロマガなど盛りだくさんでお送りしていきます、はい、こちらもぜひお気に入りに登録してください。はい、この番組の次回は今週になりますので、はいはい、次が9月の23日の20時から、はいはい、お送りしますので、こちらも絶対に見てください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回は村田さんもありがとうございました。早くも次回もあの、ね、はい、そうですね、助けに来て、ね、いただけることが、早く入るということで、はい、そうですね、すみません、ちょっと早く前に、はい、してもらって、はい、というわけでね、今回はいろいろチュートリアルとかもやらせてもらいましたけど、はい、次回以降番組内容も徐々に上級者向けにしていきたいと思いますので、はい、楽しみに皆さんも待っててください、はい、ということでここまでのお相手は遠藤ゆりかと岩坂楓と松崎レイト、メタル村田でした。それでは初回の東海木高校パワープロ部第1試合ゲームセット。